タタ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 とエルヴィス・プレスリーのナンバーメドレーでお届けしました。何か他に聞きたいことは特にございませんか。そうですか、残念でございます。それじゃあのもう一曲だけエルヴィス・プレスリーのナンバーにお付き合いください。ちょうどエルヴィス去年のね7月にハリウッド映画エルヴィスというエルヴィス・プレスリーの生涯を描いた映画がね公開されまして、去年がちょうどエルヴィス・プレスリーが亡くなって45年目の年だったんです。エルヴィス・プレスリーが42歳で亡くなってもう45年も経ってしまったんですね。で最近先週ぐらいですか、あの主演した男の子がねあのグラミー賞かなんか取りましたね。でその表彰式の時にそのプレスリーの娘さんリサ・マリーっていうんですけど、それが見ててね、でなんかこう思わずこう自分の息子の表彰式を見るみたいにこうバーッと泣いてたんで、あお元気そうだなと思ったら一昨日ぐらいですか、急に心臓発作でお亡くなりになったというニュースが入ってきまして、エルヴィスと同じ死に方すんねんなと思って、なんかすごく悲しくなりました。エルヴィス・プレスリーはああ見えて、まあ、映画でもこれ、ね、ご存知だと思いますけど、そのリサ・マリーっていう子供ができたにもかかわらず奥さんは娘連れて出て行っちゃうんですよね。だから晩年はもうすごいこう実生活とオーバーラップするような悲しい歌ばっかり歌うようにエルヴィスは歌ったんですけど、その中でもまあ、この歌もまあそうでしょうね。あの元々はシャンソンなんですけど、子供の枕元でもう僕たちは離婚するけどでも君の人生はずっと身を守っているよ、なぜなら君は僕のプライドだからねみたいな歌を彼はずっと歌うんですよね。僕もこの歌がすごく好きで、日本チャンピオンにしていただいたのはこれを歌って日本チャンピオンにしていただいたんですけど、まあ、この10年エルヴィスをずっと歌ってきて自分もジャパニーズエルヴィスって呼んでいただいているので、できれば日本語でエルヴィスの心を伝えていきたいなと思って、このマイボーイを日本語で歌っています。聴いてください、マイボーイ。
Oh, it's so-